チャンネル登録お願いします。はい、こんにちは、朝次郎です。ご報告いうことで、入院がね、心臓の検査入院なんですけどね、ちょっと決まりましたんで、それのご報告しておきます。いつやったかいな、11月の12日から、2泊3日で、行ってきます。検査入院です。病院に行ってきてね、心臓の、いつからやろ、もうかなり行ってなかったんですよ。その多分ね、今年の1月か2月から行ってないと思いますわ。それからその時に多分検査入院、もう心臓心筋梗塞を起こしてからもうそろそろ1年経つ頃やから、検査入院必要ですって言われてましたよね。で、分かりました、ほんなら次の診察日に決めますわみたいな話しとって、その次の診察日が多分4月か5月やったんですよ。そっから行ってないんですよ、コロナでね。そこ病院がもうコロナを受け入れしている病院でね、まあ、それが原因で行けへんかってわけじゃないんですけど、まあコロナ流行っとるし、うろちょろせんとこういうことで、そこをキャンセルして日程伸ばしてもうてから、なんかたまたまそこに用事が入って伸ばしてで結局行けずで、ほんで薬どないしてんねんいう話でね、糖尿の先生にえらい怒られたりもして、薬も飲んでなかったんですね。ほんで、やっとこう、もう今回の糖尿の入院でね、もし行かなほんまあかんでってえらい言われて、ほんでもう早速電話してちゃんと予約取って、んで行ってきたんですけど、だからもう検査には前から決まっとったんですね。するのはね、ただ私が行ってへんだけで病院に。英服、これ、お乳。お乳の英服。これ。お乳の英服、どこのか知りませんね。ほんでね、ほんで何やった、入院は決まっとっていう話やね。ほんで、何やら、この病院行ってきて、何やってましたんいう話で、いえ、すんません、みたいな。ほんで、入院せなあかんっていうことで、日決まりました。11月の12日からね。検査入院なんで、心筋梗塞を起こしてから何やろ、まあ、検査やね、検査の入院です。で、なんちゅうの、なんとかこっから手首から管通してピャーってする、心臓まで行って見るやつですね。それをやっていきます。2泊3日です。で、何やったかいな、ほんでこの病院はね、コロナも受けてはる病院なんでね、入院する前に PCR 検査を受けなさいと、いうことで PCR 検査も受けてきます。はい、っていうことやね、っていうことです。はい、ほんでね、どないでっかい話で、いやもう最近ちょっと息切れも要するしね、足も痛いしね、胸も時々ときめくじゃ胸も痛なりますねみたいな話しとったんですけど、ほんで血圧、全身の血圧言ってね、ブワー同時に測られる血圧と、あと心電図とね、測ってもうたんですけど、まあ異常ないと。だから原因わからんということでした。はい、ほんで、そうそう、
ほんで左手から入れますっていう話しちゃったんでね、その管をバー心臓まで通す管を、だから左手って言ったら、あ、先生左手今ちょっとしびれてまんねんっていう話したら、一瞬顔色がやって変わってんやけど、いつからやねんいう話で、いや高校で入院してる時から言って、ほんならなんちゅうん、こうどこがしびれんねん話で、多分高校で話して、どんなしびれで言ったらこうでって話したら、こうこの3本の左の3本のこうって握り張ってね、これちゃうんか言って、いやもうそれですわまさしく言って、ほんならなんとか、なんと、なん聞き取れへんかったですけどね、なんとかやみたいな、それはもう整形紹介しようか言って、そんな偉そうに言い張りませんで、若い先生なんでね、整形紹介しましょうかみたいな、すぐ治りますせみたいな、そのマスとか言えへんすよ、すぐ治りますよみたいな、どこどこなんかが詰まっとるだけやから、それを切って開いてみたいな、けどこう切るって言い張ったんですよ。いやそんな怖いのいらんわ言って、とりあえずちょっと保留にしてきたんですけどね、糖尿のね、はにかみ先生はね、なんかこんなんしなさいとか、こんなんしなさいとかいろいろ教えてくれてやったんですけど、首ずっとかじけてはったんやけどね、さすがやっぱり心臓のね先生でね、賢いっちゅうか偉いっちゅうか、そういう症状の人見てはるっちゅうかね、おそらく その病気は思いますわ、ほんまこの3本ですね、ね。だからまあなるべく切れへん方向でね、ちょっといっぺんマジでこれは整形外科いっぺん自分で探して行ってみてね、でどうしても治れんかったらね、まあお世話になろうかなとか思ったりしとるんですけど、もうそんな病気ばっかりやね、ほんまに。だからね、まあまあ結構不自由なんですよ、この左手しびれてるのがね、っていうことです。はい、あと何やったかいな言うの、あともう一個、薬が結局会計っても薬が出てないの分かってね、あれやもて、あんだけ薬ってもうやんやか言われて、その糖尿の病院でね、もう先生薬忘れとるわ思て、ほんで行って薬、先生薬は、多分先生じゃない看護師さんにね、薬はあげたら、なんかどうのこうの、今までどうしてあったんどうのこうの、いや前のいうか糖尿の病院で無理腰いうか聞き返し出してくれてありましてんっていうのがなかなか通じへんとね、でまあ結局また先生に呼ばれて、んで出してくれはったんですけど、一個薬へしとくでみたいなね、もうあっさりと、何へしはったんかな思ってね、薬局の薬剤師さんに聞いたら、血をサラサラにする薬が一個減ってました。糖尿のね入院でもね、糖尿の病院の薬剤師さんが血をサラサラにする薬が2個も出てるいて、お宅も相当悪いんですって、ね、言われたんですね。それを飲んでないとはもうどういうことじゃないって言われたんですけど、もう今回あっさりと1個減しときましたってね、血をサラサラにする薬が1個になったということで、はい、まあめでたいよね。薬代もね案外安かった。あ、ほんで薬代で思い出した、なんか妙に安いな思ったんですよ、60何日分も出てんのに、これ1個減すだけでそんなに値段変わるんかなと思ったら、大体1万円ぐらい払ってまして、今までほんならなんぼ3000何ぼやったから、安いな思って、ほんでなんかこの薬手帳じゃないわ、薬の説明ってなんかこんなおますやん、こんな、ほんならね、全部これこの薬は後発品ですってなってますね。いや後発品私を言えって言うてるはずやねんけどね、特に理由もなく、いや後発品言えでみたいなね、ことを言うてるはずやねんけど、なぜか全部後発品になってるんやね。それもどんだけ値段変わるんか知らんけどね、
まあそれも気になるわね、気にするんかいみたいなねってことなんですけど、はい、以上です。以上ご報告、ご報告終わりみたいな、全部喋ったかな。まあとにかく入院することですわ、11月にね、はいですね、はい、あ、造影剤を飲むからね、なんか糖尿の薬、メトグリコとかあるんですけど、メトグリコってね、それは、飲んだらあかんね、手術前はね。それは自分記録覚えとくように、はい、ということで、行ってきます。また来月ですけどね、はい、またまたグダグダとすみません。以上です。以上総代、ありがとうございました。失礼いたします。バイチャ、バイなら。